インタビューはラジオ深夜便心の時代制作グループの河合俊久さんです。今朝この境内に入ってまいりましたら、去年千年の森を作ろうということで、うん、食事を境内にされましたですね、うんうん、もう間もなく1年になろうとしてんですが、うん、まあすくすく育って、うん、まあ枯れている枝も木も多少あったようですが、やはり植物の命というのはすごいなという感じがしますね。ほとんどねついておりますが、幼稚園の生徒までも含めてやったもんですから、多分そこらにちょっと落ち度があったかなと思いまして、あとはこの密植ですね、なんか37色の木を苗木を密植して植えました。するとその宮脇先生という方が、ご指導なさったんですが、その中に必ずその千年持つような種木になる木、高い木、低い木、あるいは中間、あるいは、先生は下草と言わないで草でも下の森というんですね、そういう下の森もそれぞれの力を発揮して自分いっぱいで生きようとする、半ば窮屈な思いをしながらでも伸びようとする、それが森全体の活気になるんだというような、勢いだというようなことを申されて、我々は先生の言われることを信じてですね、言われた通りに植林をしております。まあこれは一つの生育していくというのは宇宙の命といいますかね、そういったものと何かつながるような気もするんでございます。これも科学者の話でございますが、まあ、地球だけに限ってみますとも、今生き物というのが動物、人間はもちろんですが、動物、あと植物、木ですね、木々に至るまで、あるいは大腸菌に至るまで、もともとの生命というものは細胞というか、それは一個だっただろうと、うん、生命が芽生えたのはですね、一つの細胞からその時の環境状況に応じてどんどん分化したんでしょうね。それを進化とも言うんでしょうが、とにかく分化をしてどん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 と環境に応じたその生き方をし始めたんです。それが今日では約もう27億年前のでしょうか、そのぐらいの前のものが現在ではもう見るようにさまざまな生命体になっておりますが、元のその生命というのの命というものは一個の細胞でしょうか、あるいは一つの分子か知りませんけど、それ一つだ、それの分化だと分かれたものであるということを科学者の本から学ぶんでありますが、素晴らしいことだなと思って、そしてそれが遺伝子の仕組みというのはみんな同じだというんですから、ただその組み合わせがただ違うだけで、こんなふうに千差万別、何千万種となって受け継がれているという話で、そういう意味では形こそ変わっても生命のがあらゆるところに、一つの細胞がみんな形を変えて生きているというような感じですね。実は、まあ、今老子がお話しされたのは、うん、まあ、地球上のことでございますが、うんうんうん、まあ、宇宙にもその命といいますかね、そういったものが絶えることなくこう変化を繰り返しながら、脈々と生き続けているという、うん、そういうお話を元国立天文台の教授をされていた森本正樹さんのお話をちょっと伺ってみたいと思うので、うんうんうん、皆さんからそういう俗人を離れた場所で宇宙を見てると気が大きくなるだろうなんて言っていただいて、結果としてじゃあ気が大きくなった人の話聞けば人生の役に立つかなんて言うんで、
こんな番組にも引っ張り出していただけるのかと思うんですけども、あの人間は人間同士とてもよく似てますね。そしてこう物を考えるやり方とかそういうものを非常に共通した点を持ってるわけです。それが今度は人間と動物、これも随分似たところがありますね。人間が何か食べてると、そうすると犬なんかはあれは自分が食べるっていう動作をするのと同じことをしてるんだっていうことが一目でわかるわけです。とてもよく似てるわけです。あのまあただそう考えてみると我々の体が、まあ、原子からできてますよ。土や石も原子からできてますよ。こう分解していくとどの原子が何パーセントずつあるかっていうのはものすごく違うけども結局は同じ種類の原子からできているということがわかるわけです。太陽の光を分析してスペクトルっていうのを取りますね。それで太陽にどんな原子があるか、これもやっぱり太陽と地球、地球の中でも石や海や空気や人間、その割合は大きく違うんですけれども、みんな同じ原子からできている、大元はみんな同じだということがはっきりわかると思うんですね。それで今度はまた我々のその太陽地球なんていう近所だけじゃなくて、まあ銀河系にまで目を広げてみると、まあ銀河系なんてはなくったって空にたくさん星があります。その星の光を分析してみると、まあ太陽ととてもよく似て、まあこの原子が特別多いやつがあったりそうじゃないのがあったりはするけれども、同じような種類の原子が同じようにこう混ざっているということがわかります。それで今度は超新星で話題になって、マゼランですか、からお隣の銀河系アンドロメダ星雲とか、まあもっと遠くの 何百万光年何千万光年いうところまで行ってもやはり同じことなんですね。原子がから作られている。だから空の星を見るとき綺麗だなって思うだけじゃなくて、ああ今から何十億年か前にああいうふうに光った星が作った原子から自分たちができ作られているんだということをまあ感じることができるはずなんですね。でだから我々の体は星の中で生まれたんだということがわかりますね。星の中でもこの原子はみんな星の中で生まれた、この原子はあっちの星で生まれた、あの原子はこっちの星で生まれた。まあ例えば私の体のある部分を取ってそこにある1個のタンパク質の分子を取り出しています。もうこれちっちゃいもんですね。顕微鏡でも見えないぐらいちっちゃいもん。その中の隣同士の原子をね、例えば片っぽは炭素で片っぽは酸素かもしれないけど取り出して、でその2つがある日話をしてね、こうそのタンパク質の分子ができた時にポンと出会って、そしておお久しぶりじゃないか、考えてみれば僕たち同じ星で生まれたんじゃないか、で君はどう回ってきたんだ、いやあの星がほらもう何十億年経って爆発したでしょ、それから銀河系の中を何回か何回か回ってるうちに10億年ほど経って、ね、また別のガスと混ざったところで星が生まれる、その中心であの星を出た時には炭素だったのが酸素に変わって、でまた爆発して、そして45億年前に太陽ができた時太陽に固まり損ねて周りでうろうろしてたら地球に固まって、でその後恐竜の中へ入ったり大きな30メートルも高さがあるようなサボテンの中へ入ったりしながら最後はここへ来たんだよ
ああそうか、自分はこれこれこうこうの星からこうなって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 地球にやってきて、それでこうなってこうなって今ここへ来た。これものすごい出会いですね。まあ例えば A さんと B さんがある日、まあ例えば10年前に同じところで何か同じ仕事をしたのがまたその時は偶然で、で10年も経ってまた他の仕事をする時パッと出会った。いやー懐かしいですね、この偶然素晴らしいですよね。それよりもこうかかってる時間といい、広がってる舞台といい、支配してる偶然性の大きさといい、もう桁が違うなんていう違いではないと。だからこれはものすごい出会いなわけです。一方ね、こんな風に考えて、我々の体に原子が何個あるか、その一兆の一兆倍のもう何百倍だか何千倍だかなんですね。この数はね、銀河系の中で生まれた星の数全部を合わせたよりも何千億倍か大きいんです。そうするとね、さっき言ったように一つの星から出会いましたね言うけど、一つの星からまんべんなく来てるとしたって何千億個ずつ来てるわけです。そうすると体の中であっちこっちで出会ってるわけです。この星から来たのがあっちこっちで出会ってて、あの星から来たのもこっちあっちで出会ってて、こっちの星からも出会ってて、だからもう1秒間に何百億回起こってるか分かんないんですね。そんな出会いが1秒に何千億回起こってる出来事ですから、日常茶飯事を桁違いって言えないほどもっとくだらなくした出会いが、さっきの本当にくしき出会いっていう出会いを桁違いと言えないほど大きくした出会いである。でだからなんとなくこう私たちの体の中で原子っていう小さなレベルで捉えてみると、原子のしてきたその大きな旅っていう次元で捉えてみると、こう宇宙の中で我々がどんなに大きいか、我々の体の中で宇宙がどんなに小さいかいうことが見えるんじゃないかと思いますね。まあ仏教で縁ということが、まあ言われますよね、今の森本先生のお話を伺ってますと、そういう一つの自分の体の中で、もうあちこちのそういう星といいますか、来たものがバカバカしいくらいのこう速さで出会いが行われ、しかもそれが分かるというお話でございますが、その仏教でいう縁とですね、深く関わっているんではないかなという感じがするんでございますが、我々の常識的に言うご縁というのはですね、この人とこの人との巡り合ったとか、こういう風の巡り合わせとかというこのまだ目に見えるような、あるいは体で実感できるような、あるいは頭の中で考えられるような縁を我々は縁とまだ言うておりますが、この先生のお話を聞いておりますと、この分子の世界ですね、分子の世界とから言うと、そういう分子たちが、原子ですか、はい、原子たちがより集まって、それその何らかのご縁、それこそ縁ですね、で混ざり合って集合してこうなって、現在我々の生命体があるわけでございまして、そこでその私はもし仏教で言いたいことあるならばですね、その縁の巡り合わせというのには目的意識がなく巡り合ったと思いますね。
科学的に言ってもですね、そのただぶつかり合い、そのうちにたまたま生命体というぶつかり合いの縁を作り上げた。それが分化してこうなったんであって、原子というもののぶつかり合いというのはまさにそのまあもう途方もない確率の中から一つ生まれて、生命体を、一個の生命体を作ったと思うんですね。そこで我々の言う縁がありましたね、ご縁ですねという時の縁よりももっともっと根源的なところは、原始の世界から皆混ざり合ってると。そして仏教ではですね、全ては変化の層において捉えるんです。変化があるのにですね、でそこに変化があって、迷えるものはその変化の中に主体を設け見るんです。私という生命が、私が生まれたというんですね。そして私が成長した、私が大きくなって、私が偉くなって、私が病気になって、私が死んだ、その死んだ時私はどうなるかで心配になるんですね。ところが私というのは後からこの人間だけがの脳細胞で、私という認める作用が起きたんですね。これも私は原子の組み合わせで、そう物質の作用だろうと思います。意識すらもですね。ですから私はまともな人間は明日も昨日も将来も考える人間だけが死を考えるんです。その人には悩みはつきませんね。では死の解決はどうしたらいいかというと、結論はですね、死を考えないことです。思わないことですね。それをね、もう少し分かりやすく言うと、良寛さんがですね、あの時代に、今から170年ほど前でしょうが、災難に遭う時節には災難に遭うがよろしく候、死ぬる時節には死ぬがよろしく候、これはこれ災難を逃れる妙法にて候賢と書いたんですね。死をね、問題にしない人はね、恐れもしないんですね。死が来たら死か、風が来たらか、そうかというだけで、死を意識してその問題にしない人ですね。だから良寛さんはね、死があることがないことで、そんなこと誰でも知ってますよ。ただ問題にしない人と問題に取り次ぐ人との差がそこにあるんですね。その人はどうやったかというと、良寛さんはやっぱりちょっとそういうで初めは悩んで修行した、苦労したわけですね。その死の解決がどうなったかというと、死ぬ時は死ぬだけじゃないかと、それを考えてどうするというようなところまで行かれた心境なんですね。その仏教、特に真宗では浄土教でございますかね、奇妙という言葉がございますね、うんうん、命に変える、うんうんまあそのよく奇妙頂戴というようなことを言われますが、我々の宗派ではどういうものか、ナムということをよく使いますね。ナムアムダビスアブナムというですね、奇妙ということと同じだろうと思います。自分をこう捨てたという意味ですよね。我を捨てたという意味なんですね。自分という、自分が生まれた、自分が死んでいくというのは、その自分というの思いのなくなった状況をナムというんだろうと。そしてそこには阿弥陀様、ナム釈迦牟尼仏、もう釈迦牟尼仏に帰依する、帰依するということは自分を捨てている様子だという意味ですね。そうしますとですね、でナムというのは何かといったら、私なりの考えとね、自然と一つの呼吸をしていることです。大自然と一つのことですね。それが釈迦牟尼仏です。それが命であり、自然と一つの息遣いをしている、一つと自然とにこの風に吹かれている、見えている、ごく当たり前に見えている、これが南無の姿であり、大自然ともう一体になって生きておる現実ですね。それを南無と言います。そしてそれを相手言うならば、釈迦牟尼仏か阿弥陀仏か、あるいは風の吹くままに乗りの恋というか、あるいはそれをに一番端直に入っていくのが、我が宗門では座禅という姿がいいよという、一つの方法論として姿勢から入っていきましょうと。そういうので座禅というのものを表に出してやっていきましょうというような考え方が、あれを見つけられたんだろうと思いますね。
その死というのは、うん、まあ先ほど老子は、うん、自然の命と一体、自然のリズムと一体になるという表現を言われました、うんうんうん、死も一つのリズムとして捉えてもいいんでしょうか。うん、捉えなくたってなってますそういうの捉えるとか捉えないようだってね、あの、わし亡くなったこと、自分では亡くなったことないから分かりませんが、みんな自然になってますね。それで私は生きてる間だけが詰め込みるんです。生きてる人間だけが迷ってるんです。それで息を引き取った時にはですね、仏さんとよう言うんですね、神さんになっとでもいいんですよ、日本の宗教は神さんになったり仏さんになりますから。そのぐらいにですね、痛さも何も苦しみもなくなって、もうごく自然に大地に大自然に帰したんですね、帰ったというか一つになっちゃったんですよね。あれこれという脳細胞が動かなくなっちゃったんですよね。だからその後のことはね、私知りません。なってみりゃよくわかるんじゃないですか。まあ死も自然なんでしょうね。え？死は。問題にした時が問題なの。問題ね。そのためどれほど悩んでる人でもね、見せたびながらシワシワと考えてる人いないんです。ここで問題になった時は問題なので、ところがそれがしょっちゅう出てね、それが次々とこう大きくなって、黒い雲ができた時にそれをいじくってますます大きくしちゃうんですね。それでたまらなくなって自殺とか自暴自棄とかということが脳が疲れちゃうんですね。日本の有名な文学者と名前を言うと悪いけど、そういう方々もね、あれほど冷静で推理をしたりいろいろした日本の美しさというかも表現されるような人が命を絶つね、うん、私なり の生理学から見解から言うとですね、堂々巡りするわけですよ。結論いるわけですよ、生理こうするべきだとね。それに対してもう一人まだそうではない、まだこうやってね苦しむ、それが堂々巡りするので、いやそうじゃない、そうではないとね、脳が疲れてくるんだろうと思いますね。我々ならいい加減にしとくんです。今生きてる人間はみんないい加減なんですよ。それが徹底的にこう考えるもの、それはインテリと治療の発達した人なんですが、所詮は堂々巡りですね。もし、我々の禅、座禅とかお釈迦様の教えから言うと、そういうところからが考えても仕方がないということが気づいたら、そこから手を抜きなさいと、離しなさいと、その方法は座禅の姿ですよと、あるいはお念仏を唱えることですよ、あるいはウォーキングのように歩いて体で行動して頭をあまり使わないことですよ、というような風に教えたのが私はお釈迦様だと思いますから、素晴らしい脳、大脳生理学で脳の衛生学ですね。資料の世界、あ、そうですね、そういうことが堂々巡りする、いた結論に対してまた結論、そして堂々巡りするか、最後に分からん、分からんなりにですね、分からんは分からんというたままにね、座禅しておったらね、次の人かか対象して笑うかもしれないです。何を分かろうとしたかというとですね、それを飛び込んだところにね、ある意味ではもったいない、ある意味では象徴的なことだから有名ではありましたけれども、私に言わせれば残念だったなと、それをあれはもう一つ指導される方あってヒントを与えたならば、素晴らしい人になっておった可能性はありますね。では、今日のテーマは、命尽きることなくというテーマでございますが、森本さんのお話のその後を伺って、その後また前期にお話を伺いたいと思います。まあそうですね、生物に食物連鎖というのがありますね。で、だから私たちもその食物連鎖の中に入っているんであると。で、だから
まあクジラだけとは限りませんね。キャベツでも魚でもね、でも食べるときにはまあ結局自分もどっか回り回って君たちの子孫の餌になるんである。ごく単純なことだと思うんですね。そう考えてみると、まあこれ生物界での食物連鎖というのは、まあ生物界の中でこうぐるぐる回っていると。しかしこう宇宙の中でこう物がぐるぐる回っては、こう星が作られたり壊れたり、壊れたり作られたりしているという生成る点もね、一種の食物連鎖であるわけです。それで我々があんまり特定の生物に食欲が行き過ぎてどん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 それを食ってしまうということで、何種類かの、多分何十種類かの生物の、その数がうんと減ってしまったという現象がありますね。で、これ非常に長期にわたってだったら自然界ではいつも起こってることなわけですね。1億年前と現在、10億年前と1億年前ではその生物の組み立てっていうのはまるっきり違うわけです。そういうふうに自然界はこうずっと変わっていってるんだけれども、まあ人間がやったことがどこがこう困ってるかっていうと、これが何億年じゃなくて何十年でそれやっちゃったということだと思うんですが、しかしともあれ、こう生物界がそういうふうにこう食物連鎖っていうものであるバランスをとってぐるぐる回りながら、しかしもう少し長い目で見るとずっと移り変わっていくんである。宇宙もそうなんですね。我々の銀河系でもその小規模には起こってるんですけども、爆発的な星生成現象っていうのがある。そうするとガスの中から星ができて、どん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 星ができて、まあそれでガスがみんな星に変わっちゃってガスがなくなっちゃうなんていうようなことが起きてるのかどうか知りませんけども、まあ、ある意味で自然のそういうバランスを崩す現象っていうのは、こう生物界が生まれる前からあったことなんでしょうね。もうちょっと前に遡ってみると、この宇宙には星も銀河も何にもなかった、つまりガスだけが一様にこう分布してた時代があったはずなんですけれども、今は銀河系とアンドロメダ星雲の間なんてもうスカスカなんですね。ほとんど何にもない。まあそれでも 90% 以上はまだそのスカスカのところに残ってるって言ってる学者もいます。案外そうかもしれませんが、けどまあその随分大量の物質がそういうふうに銀河だとかいうところへ集まっちゃって、星が生まれるのはそういう銀河の中だけに限られる宇宙になっちゃったんですね。そう考えてみると、自然界はバランスを崩しながらで新しい姿に作り出していくという形をこういつもいつも取ってきているっていうことが分かりますね。で、だからそういうふうな目で見ていくと、食物連鎖の中の人間、自然界の物質循環の風がビュンビュン吹き抜けている。で、もう少し大きい宇宙での物質循環というと、これもっとずっとゆっくりなわけです。例えばガスの中から太陽が固まって、
そしてそれがこうずっとこう原子核反応をしながら中に重たい原子が溜まってきて構造が変わってきて最後爆発するまで、まあ大雑把に100億年って言ってます。もっとずっと早いのもありますが、何千万年っていうのもありますが、まあそういう早いのや遅いの、そういうのが混ざって物質循環を作ってるわけですね。でだからまあ我々が自然界って呼んでる地球の上での物質循環をぐる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 回している間に、地球の上での自然界もぐっと大きく変わっていくんだろうけれども、ある日太陽がある段階に来れば地球は飲み込まれてしまって、それでその中で全て蒸発していくと、地球から火星ぐらいまで飲み込まれちゃうんじゃない。そうするとまあその頃まで我々が生きてるかどうか知りませんが、こうそういう地球の上での物質循環というものはたちまちにして飲み込まれて蒸発されて蒸発しちゃって、宇宙での物質循環の全体の物質循環の方に帰っていくわけ。それからまあ多分何億年かあと太陽がなんか爆発かなんかするでしょう。その時外の方がバーッと剥ぎ取られて宇宙に帰っていくんですね。でこれがまたもともと宇宙にあるガスと混ざって新しい星を作り、新しい惑星を作り、もしかしたら人間を作るかもしれない。これもまたさっきお話しした一つの食物連鎖のこう一点、まあ個々の人間には生まれるとか死ぬとかいうことがある。同じように地球とか太陽とかそういうものにも誕生と死があるわけですね。ただそういうものが次々繰り返されていくと、いう意味ではなんていうか次々引き継がれていく。だからまあその全体としてみればそれ死っていうようなものはないんじゃないかなっていう気がしますね。これはこのことを解説してですね、封印して聞かせるだけで素晴らしいほどですね。どういうふうにお感じになりますか。要坊さんでもものの分かった人でもね、世の中は無常だというんです。無常、偏偏極まりないということですね。普通のまずは8割までの人は、8割までの人は地球上のことを言います。地球上のあるいは人生上のね、死んでからこうなるのか、目に見えた範囲、想像のつく範囲のことですね。ところが私も今天体のことがだいぶ盛んになりまして、そういう本も出てきてますから見ておったんですがね、そういうものを見れば見るほどですね、宇宙全体の範囲でものを考えるようになりますね。宇宙全体のね、そうしますと、もう限りなく無常中のね、いやらしい言葉なんですが、変化ですね。その変化が絶え間ないということは、この先生は命、地球、宇宙の命に見ているんです。その時の命をですね、我々の生命体と考えると話は全然別ですね。生命体じゃなくて、その大宇宙が爆発したりこうまとまったり、またこの生命体を人間みたいに産んでみたり、ものを産むかどうかを知り、そういうものを見なくり返しの、その変転万化が限りなくもうとどまることがないというところに、無常、それを我々は無常というんですが、無常イコールその変化のエネルギーみたいな動きをですね、命限りないものと見ていますね。まさにね、これはお釈迦様はそれを限りなく終わりなく、終わりに終わりなし、先に先なしというようなことで、そんなことを解釈しておったんではどうにもならんよ、今生きなさいということにこう行くんでありますが、
こういうことが科学的になると普通の COQ やら何やらはちょっと解釈が違ってくるんじゃないですか。今科学の世界と宗教の世界っていうのは、かなりこう近づきつつあるような、それはやっと気づいてきましたね。これはね、宗教であり、宗教というか事実の世界ですからね、それを人間がどう受け止めていくか、自分の態度、それが宗教であるんでしょうけどね、だから我々はいつでもそのごくごくごく1ミリの何分の1ぐらいの生命体がですね、こうして変化するのは当たり前なんで、それに取り継いで子というののアホらしさを早くやめなさいと。そんならどうしたらいいかというと、やっぱり死が来た時は死んで、で風が来たら風に吹かれてるわけじゃないかと、その中での努力をしようじゃないかとですね。それで先日、森本先生に新年の挨拶を兼ねて、電話を差し上げたんですよ。そうしまして、新年ですから、先生お元気ですねと言ったら、いや君元気っていうのは死ななきゃ元気に ないよという、そういう言葉がポンと返ってきたんですよね。これはちょっと意味が深いなという気がしましたね。なるほど、それは今度私なりに解釈ですね、私の繁栄の解釈ですから意味が小さいかもありません。生きてる間はですね、生きてる間はね、我々は大宇宙と一つの生命体なんです。根源からですね、生まれ落ちる前から、生まれ落ちてからも、まだ息を引き取ってからも、大宇宙の循環の中に息づき、また死にたい、静止した状況、あるいは熱になるかもしれませんですね、そういう大宇宙の活動の一部部分の流れの今過程にあるんですね。ところがたかだか100年、数十年の間ですね、息をしている間だけね、時に俺の命だとか、いや病気になった、いやこうのと言うててね、大宇宙と大自然の中に息づいている自分に傷をつけてるんですね。傷をつけながら自分で苦しみながらですね、いや元気になった、死んだ、いや病気だと言うてて、病気は病気ながらの元気なんですよ。よく私が言うんですが、渋柿が甘柿になって成仏するんじゃないんですね。渋は渋ながらの成仏なんです。甘いは甘いながらの成仏なんですね。だから病気は病気ながらの全生命命なんですね。ところが我々は比較したりするもんですから、傷をつけてるわけです。命、病気すらもね、楽しめないんですね。楽しむというか、苦しみということに対してまだ悩みを持つんですね。そういう意味で、やはり命のあるうちは悩みが尽きないということでしょうね。それで命を引き取るとですね、大宇宙のもう、の中に入ってですね、大宇宙の運行の中に入ってね、もう元気とか元気ないということでもない、もう、道元殿寺はそれを全起源と言われましたね。どういう気を、全くの起源は機械の起、はい、元は、全起源は現れるですね、全てのものが 全活動してるという意味ですね。死はしながらの全起源だと思いますね。それで命のある間じゃ迷ってるもんですから、命の全起源を行じながらですね、それに気づかれない、苦しんでるね、全起源にこの傷をつけてるわけですね。苦しんで自分でですよ、傷をつけながら全起源になる、その傷をつけながらも全起源ならいいんですけど、分かる人はよく分かってる人ですが、私はその先生の言われた死ななきゃ、死んだらば元気になるよっていうのはですね、人間はね、生きてる間は迷いがあるけれども、死んだらはもう死んだながらのもう大宇宙の働きだよというところを言いたかった、そのことをいつでも念頭に置かれてる人がね、からふっとそういう言葉が出るね、素晴らしい言葉だと私は感銘しましたね。
それを道元禅師はですね、家系寺の道元禅師は生や全期限、生や全期限です。生きる時も全期限で、全くの気、自分の体の何がみんな現れてるんだ、あの機能がですね、精一杯ということですね。で死んだ時も全期限、死や全期限、生や全期限という有名な言葉あるんですが、素晴らしいお言葉だと私は思いますね。私の認識はそうです。私はこの先生のお話を聞いて何が一番感じたかというと、まだ人間の説いているほとんどの8割ぐらいまではもうこの人生の目に見えた範囲での無常を説いています。ところがこういう天文学をやった世界の人たちから見させ写真を見、あるいはこう今船体望遠で見ますからね、あれの繰り返しですから、それを見たらね、宇宙のこの地球の中の出来事などというのは、このしかも1000年や100年ぐらいの ですからね、それから見たらとてもじゃないけれども、無常などというような言葉よりもっとはるかに大変化の層で生きて動いてるんですね。もうどういうエネルギーがしなくて動いてる、それを先生は宇宙からの命と私は見ておりますね。私はこの先生、道元禅師がこのお話を聞いたら、そうだって言ってたらもう手を叩いて喜ばれると思いますね。お釈迦様もそう言われますよ。いえ、どうも長いことどうもありがとうございました。命尽きることなく。お話は曹洞宗館長で大保山総持寺館主板橋光秀さん、元国立天文台教授で現在は兵庫県立西播磨天文公園園長の森本雅樹さん、インタビューはラジオ深夜便心の時代制作グループの河合俊久さんでした。